物語は、何百もの悪魔が蝶を襲撃し、武器で人々を殺し始めるところから始まります。蝶の家々は燃えており、剣の達人平文が声を上げてそこに到着します。人々を救うのは悪魔です。かなりの悪魔が女性に向かって手を伸ばし、地面に座っていた子供は死を恐れて叫んでいました。しかし、悪魔が襲いかかる前に、平文は剣を振り回して悪魔を切り裂きます。 血が空中に吹き出し、彼は血まみれの剣を手に、またこの迷惑な奴らだと言います。そして、彼は剣を肩に置き、前に進み出ます。彼らは誰一人も逃がさないと付け加えます。彼らは来ています。そして全員が準備を整えます。大魔同士、剣の達人リペミア、力のオーバルタス、戦士、帝国警備長を含む戦士のグループがそこに到着します。 バルタスは他の人と一緒に前に進み、これが悪魔王の最後の戦いであるかどうかをヘイブンに尋ねます。ヘイブンは各人に任務を割り当て、アークメイジが空中攻撃を担当し、彼とリペニアが地上部隊を担当すると言った。アークメイジはうまく応じ、ボルタスは魔法を発動して、全員の面倒を見ると付け加えた。戦士は剣を肩にかけ、悪魔の城に潜入し、 幸福交渉を行うと言った。帝国警備隊長を除く全員が悪魔たちを倒すために駆け寄る。平文の晩、警備隊長に頼っているか尋ねる。そして親指でウィンクし、静かに後ろから英雄たちを支援するように言った。帝国警備隊長は頭を下げ、心配することなく答えた。平文は微笑み、わずかに平文の方を見た。 ヘイブンも微笑み、仕事が終わったら向こうで一緒に飲もうと言って走り去った。一軍の悪魔が咆哮しながらラペナに向かって走ってきた。彼女は雷の魔法剣を構えた。そして走って彼らの間を通り抜け、剣を振り回しながら同時にその悪魔の群れを殺した。彼らを殺した後、彼女は剣を鞘に収め、ボルタスは空中に立って、彼の魔法に囲まれました。 これらの悪魔はすべて燃えるはずです。そして彼は拳を握りしめ、空中に飛びました。地面に立っている悪魔のグループに向かって移動し、彼は魔法の拳を地面に打ち付けました。そこで火の爆発が起こり、地面が割れました。悪魔は溶け、岩の破片が上向きに飛び上がりました。アークメ治ジの側では、彼はスペルサークルを作成し、魔法で悪魔を攻撃します。 悪魔は彼の魔法で燃え、彼らの体は灰になります。反対側では、ヘイブンが呪文を発動します。彼の目は赤くなり、体から黒いオーラが現れます。彼は剣を振り、ジャンプし、全力で剣を地面に打ち付けます。地面が割れます。その側から石が空中に吹き出し、粉塵爆発で悪魔がドスンと立ち去ります。しかし、 警備隊長は護衛と共にテラス側に立っていました。空中の2体の悪魔が攻撃するために彼に向かって移動しました。警備員の一人が声を上げました。隊長、悪魔です。隊長は前に進み出て、大丈夫だ、恐れることはない、と答えました。衛兵は、はい、と答える。隊長と蝶は雷の剣を束から取り出し、悪魔を攻撃して殺す。 英兵の一人がすごいと褒め、もう一人が帝国の剣術のような基本的な剣技だと付け加える。隊長は振り返り何を見ているのかと尋ねる。油断するなと英兵の一人が声を張り上げる。隊長、気をつけろ。隊長が振り向くと背後から方向する悪魔が攻撃しようと近づいてくる。 悪魔の城の反対側では、戦士が壁のそばに寄りかかって負傷している悪魔王に剣を当てる。悪魔王は戦士の名前を呼び、受け入れて勝利だという。これが彼の運命だ。さあ、頭を取れ。戦士は剣を彼の頭に向ける。悪魔の頭は目を閉じて微笑み、人間よ、これは彼の勝利だという。心ゆくまで平和を楽しもう。 戦士は剣を振るう、魔族を倒した後、彼らはみんな、蝶の側に行きました。そこでは、人々が元気づけられていました。信じられないことに、魔王はついに死にました。平和が回復しました。帝国万歳。戦士はボルタスの肩に座り、周りを見回し、美しい人は何かと尋ねますが、警備長は見つかりません。ロペニアは、 彼はおそらく死んでいないと答えます。平文は笑い、彼はどこかで剣の訓練などに没頭している可能性が高いと付け加えました。警備長は群衆の中に立って、彼らが笑っているのを見て自分には才能がないと思っていました。彼は一生剣を振るって生きてきました。彼は一生剣の訓練をしてきました。彼が到達できなかった頂点は剣の頂点でした。 英雄は世界を守り、魔王を倒します。彼は帝国の城と仲間を守らなければなりません。舞台裏で静かに英雄を助ける人、そしてそうです。英雄は世界中の人々から尊敬されるに値します。そして彼は自分の役割は十分だと思って背を向けて立ち去ります。彼は英雄でも剣の達人でもない。何年も経って、彼は山腹に定住し、小屋に住んでいた。 しかし、雪の降る朝、彼は剣を振りながら、自分は剣術の添付の才を持っていなかったのかもしれないと考えていた。しかし、彼は生涯を通じて剣を愛していた。そして、若い頃から剣を振るっていた。ヘイブンと一緒にアカデミーに通っていた頃、そして後にこの絵兵に入隊した時、彼は突然血を吐き始めた。そして、彼は自分の胸に手を当て、 氷の床にひざまずいてしまったと言った。彼はこの傷で死にそうな気がする。もし彼が若返ったなら、傷はすぐに治るだろう。そして彼はヘイブンとラペニアのことを考え、もし自分も彼らのような英雄だったら自分の時が来たようだという。廊下も病気もないが、悲しいことに年老いて弱っているのは彼だけだ。そして彼は剣を握りしめ、最後にもう一度、 剣を振るうべきか、自分自身に問いかけた。そこで彼は起き上がり、雷の剣を振り回す。剣を振るうと、明るい光の柱が現れて空へと上昇し、青いオーラがその雷の柱を包む。驚いた顔で彼は明るい光の方を向く。しかし、人間の境地は剣の達人の剣の証の頂点に達していた。その後、彼は笑いながら独り言を言う。 彼自身が剣の達人になった。まさか自分が生きている間にそうなるとは思ってもいなかった。さらに、剣は彼の手から落ち、彼は目を閉じて地面にドスンと倒れる。今思えば何の意味があるのだろう。彼はもうすぐ死ぬ老人だ。それでも、死ぬ前に剣の達人になったのは悪くない人生だった。一方、城の部屋で眠りから目覚めた少年。 彼は自分の手の方を見て、そして起き上がる。ここは一体何なのかと自問する。ここはあの世なのか。そして彼は起き上がり、鏡の中の自分を見る。しかし、その顔を見ると、彼は誰で、どこにいるのかと尋ねた。その後、少年は部屋から出てきてその場所を訪れ始め、廊下を歩いて周りを見回し、自分が子供の体に転生したと思った。ここは、 彼が晩年に仕えた荒く量の城であり、同じ故郷に転生するよりはましだ。それはさておき、彼は自分が誰の体にいるのかを把握する必要がある。突然、中庭で剣の訓練をしている少女に気づき、柱の横に立って少女の方を見て、彼女は誰だろう。病主の娘だろうか。前世で彼女のような子供を見た覚えはなかった。そして、 彼女がフルケ剣の方を見て、その剣技を考えた。しかし、人を蛇のように動かす剣技は、あの男が発明した勇者の剣技ではない。さらに、彼は腕を組んで彼女を見て、その方法は難しそうだと思った。彼女はかなり才能があるように見えた。突然、彼女は彼がそこに立っていることに気づき、立ち止まって、目覚めたのかと尋ねた。他のみんながすでに練習しているのに、 なぜ彼はそこに立っていたのか。この名前を聞いて、彼はアシュールを思い浮かべた。それで、彼の名前はアシュールだ。それから、彼は資料深く、レバニアの剣術は正しいのかと彼女に尋ねた。彼女の技量を見ると、少なくとも4、5年間は立貫して練習していたに違いない。彼女は驚いて彼に何と尋ねた、と彼はさらに言った。しかし、 彼女の剣の動きはまだ少し不安定だ。握りを緩めて、切る動きを少し遅くしようとした。それに応じて、彼女は驚いた顔で沈黙し、それから彼に向かって剣を投げた。剣は彼の頭に当たり、彼女は怒って彼に向かって声を荒ら,らげ、彼が突然彼女にそんなに気軽に話していることを尋ねた。彼は雇い主に敬意を示すべきではなく、 彼女をライカ様と呼ぶべきだ。わかりました。彼は剣を握り、震えながら、申し訳ありません、ライカ様と答えた。そして、彼女は自分が彼の雇い主であって、彼の妹ではないと思い込む。この後、彼女は彼のところへ何でも尋ねに行く。ところで、アシェル、彼は十分に寝なかったのか。剣を振るったことのない人としては、 今日は少し調子が悪そうだった。どうして突然そこに来たのか。しかも、勇者の剣技をどうやって知っているのか。黙って下を向くと、彼女は怒って、この剣技をどれだけ知っているのか、見てみるべきかと尋ねる。きちんとやらないと大変なことになる。汗をかきながら、アシェルは目を回して、これは大変だと思った。この城の女主人に教えるなんて、 自分が生意気だとは信じられない。この後、彼は向きを変えて象のところへ向かう。族長だった頃から部下を小言で叱る癖が残っていると思う。そして、剣を握りしめて自分の気持ちを考える。どうやらまだ鋭い剣感覚があるようだ。そして、生きていることを実感すると思いながら、剣を持ち上げる。この後、足を開いて象に剣を向ける。 これを見て、ライカは驚き、皇帝の剣技の構えではないのか、いつから習い始めたのかと尋ねる。今日はいつもより厳しい表情をしている。それにいられて、アシェルは沈黙し、魔法を発動して剣を振り上げた。いつ知ったのかと尋ねると、彼は70年以上も剣を振るっていた。バカだ。アシェルは雷の剣を地面に振り回した。 前世の最後の瞬間にも剣を振るっていたのだと思い込む。地面が割れ、塵と煙が吹き出し、雷カは空中でドスンと消える。アシェルは雷の剣を振り続ける。とにかく、若い体はなかなかいいものだ。この体はエネルギーに満ちているし、とても軽い。しかし、彼は象に向かって走る。すぐにでも飛べそうな気がする。彼は剣を振りかざし、 象を粉々に切り裂く。粉々が空中でドスンと消え、それを見たライカは言葉を失い、信じられないと思った。そして彼女は精神を得てアシェルを呼んだ。彼は振り向き、剣を握っていると自分をコントロールできず、振り回しすぎないようにすべきだと考えた。アシュールはひび割れた地面に立ち、彼女の方へ歩み寄って謝ると、彼女は彼の前に立って答えた。そんなわけない。 それは帝国の権利よ。帝国で発達した標準化された権利よ。こんなありふれた基本的な権利で、どうしてこのスピードと破壊力を実現できるのその後、彼女は彼の名前を呼び、彼のところに行き、しっかりと彼の手を握った。すごくかっこいいわ。アシュールと感謝した。ライカは顔をあからめ、自分が彼を見たのを知っているのかと尋ねる。 彼には素晴らしい才能がある。しかし、アシュールは顔をあからめながらも黙ったままで、彼女は彼の手を握ったまま、なぜ今までこの技を隠していたのかと尋ねる。アシュール、正直に今まで。さらに、彼女は愛情を込めて彼の方を見つめ、彼を愚かで怠け者だと思っていたという。しかし、彼女は間違っていた。 こう言いながら、ライカはアシュールが日常生活でどんな人なのかを考えます。彼は彼女から手を離し、振り返って、彼女は自分を褒めている、少ししか知らない、と答えます。彼女は彼の横に立って、それは本当ではないと考えていた。彼は少しばかり知っていたし、アシュールは横を向いて、自分の顔が今赤くなっているに違いないと思った。 ライカは彼を指さして、そうね、そういえば。さっきなんて言ったゆっくり何をすればいいのと尋ねた。彼らが話していると、一人の男が立ち上がって、ライカがなぜそんなに騒がしいのか、アシュールと何をしているのかと尋ねた。ライカは振り向いて、兄のルークに尋ねた。そしてルークは彼らの方へ歩み寄り、アシュールに、もし起きているなら、 外に出て焚き木を割ったりしてみろ、と言った。そして彼は怒って、よくも家族に話しかけるな、と尋ねた。しかも、彼は生意気な話し方をしている、覚えておくべきなのは、彼らが貴族なのに、自分はただの一般市民だということ。汗をかきながら、アシュールは目を向けて答えた。申し訳ありません、弟のルーク様。それから、彼に謝りながら、 彼は全く自分は無作法な若いマスターだと考え、そしてルークは彼が高貴な剣術を学ぶつもりならなぜライカの剣を持っているのかと彼に尋ねます。アシャは黙ったままでライカは手を振りながらそれは違うと言います。ルーク兄弟は怒ってアシャの方を見て静かにするように言います。そして、しかし今が絶好の機会だと思うと言います。そして、 彼は剣を鞘から引き抜き、スパーリングの相手が必要だと言います。もし彼と一分も持ちこたえられれば、自分のスキルを認めます。アシャ、彼のスキルを見てみましょう。そして、ルークは向きを変えて前に進み、ライカは心配そうに後ろに立って、やめなさい、兄弟と言います。彼は向きを変えて、心配しないで、ライカ。彼は彼を殺しません、と答えます。 彼女は後ろでため息をつき、それは違うと思いました。彼女は彼が彼を殺せるとは思っていませんでした。アシュールは黙って、剣を向けて目の前に立つルークを見て、彼の姿勢は剣刀の正しい基本姿勢ではないと思う。そしてため息をつき、この狂った男、この女性はどうしてこんな不相応な兄を持つことができるのかと考える。そして彼は剣をルークに向け、 彼がもっと厄介なことにならないように倒すべきだと考えた。ルークは声を上げてアシュールに向かって走る。しかし、ルークの剣は空中で回転し、彼の横の地面に突き刺さる。アシュールはそれを見て、わざと負けるのは思ったより複雑だと思った。ルークの顔は切り裂かれ、血が滴っていた。アシュールが叫ぶと、ルークは血を探すために血まみれの手を見た。 そして汗をかきながら、彼は切り裂かれた方を確認するために目を向けた。ルークは叫ぶ。彼の声は帝国中に響き渡り、叫びながら、彼はただの従業員が高貴な主を傷つけたとは信じられないと思う。今、彼は自分の死の願いに署名したばかりだと感じている。この後、アラックス領の領主の城で。ルークはアシェルの手を縛り、領主のところに連れて行く。 彼は玉座の前に立ち、アシェルを指さして、厳しく罰するために声を上げた。城に雇われた召メシがあえて主を傷つけたのだ。驚いたことに、貴族ハルベロック家の後継ぎは、貴族の遺言を汚すアシェルの行為をもはや容認できない。ビベロックはアシェルの名前を呼ぶ。アシェルは地面にひざまずき、頭を上げて、はいと尋ねる。ビベロックは怒って、 ルークの言ったことは本当かと尋ねる。アシェルは、リベロックが領主になったのは40年前、衛兵隊長に任命されたばかりの頃だと思っている。彼は全領主と一緒に衛兵を尋ねたことを思い出す。それで、彼が亡くなってから20年ほど経ったと、レバロケは彼に尋ねる。アシュール。彼らはいつも彼を自分の子供のように扱ってくれた。 数えきれないほどの悪行にもかかわらず、彼らは彼を追い出さず、使用人として城に残ることを許したが、今回は一戦を超えすぎたようだ。彼は厳しい罰に値するが、彼らの愛情を考えると、彼らは寛大に領地からすぐに去るだろう。レバロケの言葉を聞いて、彼の妻ベニシアは心配そうに彼の隣の椅子に座り、何でもいいからと頼む。しかし、レバロケは彼女の言うことを聞かず、 黙っているように頼む。そして、彼女のために我慢してきたが、今回はもう許せないという。彼の言葉を聞いて、彼女は言葉を失う。リバロケは怒りの声を上げ、育てられた恩知らずの子供にいつまで愛情を注ぎ続けるのかと問うリバロケが言うには、アシェる。無事に退学させられて幸運だ。そこにライカがやってきて、兄弟は誰一人悪くない。 アシェルは何も悪くない。どうか解放してやってくれ。ルークは振り返り、怒りの声を上げる。リカ、もう十分だ。リカ。前に進み出て、アシェルに剣を振りかざして怪我をしたという。そしてアシェルは彼女に剣術を教えていた。兄のひどい剣術は貴族の絶対的な呪辱だ。彼女の言葉を聞いて、ルークは怒りに震え、歯を食いしばり。 リバロケとベネシアは驚いた。リバロケは驚いてアシェルに剣術を教えているのかと尋ねる。ライカ、初めて聞いた。しかし、ライカは嬉しそうな顔で、はいと答える。アシェルは自分の師匠にしたいほどの高度な帝国剣術の持ち主。変わったアシェルは剣術の訓練に真剣に取り組んでいる。剣をほとんど握ったこともないアシェルに剣術を習いたいかと、 ルークは意外にも彼女に尋ねる。それだけでなく、彼女は正気でライカがどんなに価値のない帝国剣術をしているか知りたいとも思っている。彼女は、アシェルの剣術をこの目で見たと答える。信じないなら、直接実演してもらいなさい。リバロークは驚き、会話を聞いていると、何が起こっているのかわからないと思う。そして、振り返って護衛のカレンという人物を呼ぶと、 カレンは、はい、という。領主のレバロックは、アシェルの剣術を試して欲しいと頼む。ベネシアは心配そうな顔で、カレンはちょっとやりすぎだという。レバロックは、心配しないで、これは単なる簡単な評価だと答える。レバロックはアシュールを見て、アシュールが剣術の練習を始めようとどんなトリックを使っているのか知らないと思い、突然ライカを魅了する。しかし、これが冗談なら、 彼は半死半生で城から這い出てくるだろう。デバロックはアシュールに剣を取るように言う。アシュールは剣を構える。これは手に負えなくなってきたと思った。アシュールとカレンは剣を向けてお互いの前に立った。デバロックはアシュールがカレンに5分以上耐えられたら彼のスキルを認めると付け加えた。怒った顔でカレンは剣を振るった。アシュールは 自分のような人間をライカ女に教えようとしたのだと思った。彼はよくも横兵なことをしたものだ。バネシャ教の前でも、彼に甘んじるつもりはない。彼を殴り倒して領地から追い出すつもりだ。カレンはアシュールに向かって走った。声を上げてアシュールが来た。られて。アシュールは剣を向けた。カレンの剣が彼の剣にぶつかった。 ライカは彼らの横に立ち、笑顔で二人の方を見た。お互いの剣を押し付け合う。彼女は、アシュールが来たと思った。アシュール。彼女が見たものが正しければ、彼は剣を作りながらカレンに対抗できるだろう。カレンは、もう震えているのか、剣術がそんなに簡単だと思うのかと尋ねる。彼に教訓を与えよう。カレンは怒って剣を振り、声を上げた。 さあ、これをくらえ。両方の剣が鳴り、カレンは彼の方を見て、彼はまだ剣術の基礎を習得していないと思う。傲慢な馬鹿。しかし、カレンはそれに応じて剣を振り始めた。アッシャーはそこに立って、剣を彼の前に掲げた。両方の剣が鳴り響くところに明るいオーラが現れる。剣を振りながら、カレンは予想通り考えた。 彼は弱く、傲慢な愚か者だ。よくも優れた剣術を汚そうとした者だ。カレンがそれに応じて剣を振り続けると、アッシャーは剣を動かさずに黙って立っていた。突然、アッシャーは地面にドスンと倒れた。これを見て。デバロックは、カレンバネシャに対抗するのは無理があると思ったという。目を閉じて、黙っている。驚いた顔のライカは、 これはおかしいと思う。ルークは誇らしげに拳を握り、声を上げる。さあ、終わったよ、カレン。さすがは帝国アカデミーの首席卒業生、エリート剣士出身の騎士団長にふさわしい、帝国屈指のカレンにアーシェルが立ち打ちできるはずがない。アーシェルはうつむいて黙っているが、怒りの赤い目でアーシェルの前に立ち、なんて弱くて情けないアーシェルだというカレン。思い出して、 これが彼と本物の剣術の違いだ。しかし、アーシェルはカ憐ンの名前を呼ぶ。そしてため息をついて立ち上がる。なんて素晴らしい小芝居だろう。なんて愛らしい剣術の小芝居だろう。帝国のエリートがアーシェルの言葉を真に聞いて、カ憐ンは怖くなって汗をかき始める。彼が何者なのかと尋ねると、アーシェルは今言った言葉を返すと答える。 騎士団長の地位を軽視すべきものと考えているのだろうか。アシェルは怒って剣を向け、彼に教訓を与えようと言った。アシェルは剣を地面に叩きつけ、剣と地面から明るい青いオーラが浮かび上がった。そこで、剣をぶつけてバキッと音を立てた。カレンは宙を舞い、ドスンと飛び去った。ルークは驚いて叫んだ。デバロックとベネシアは言葉を失う。 カレンは負傷している。柱の横に寄りかかって、突然彼に飛び込んできたのはアシェルだと驚く。アシェルはカレンの前に立ち、ほとんど当たらず、防ぐことすらできなかったと言っている。情けない。剣を拾い、立ち上がれ、尊敬すべきエリート剣士。しかも、アシェルは、これは悪魔や戦争のない平和な時代だからだと思っている。この時代は鈍く弱くなっており、 軍旗を正さなければならない。アシェルは怒って剣を向け、帝国の長であり、アラック領のテンプル騎士団の長であるカレンカと尋ねると、ウィルは平民の手に倒れた。この言葉を聞いて、カレンは怒った。彼はすぐに剣を掴んで立ち上がり、アシェルを罵倒した。彼はアシェルに向かって走り、平民がどうして自分を倒せるのかと尋ねた。彼はアシェルに向かって雷の剣を振り回し、 今これを受け止めろと叫んだ。アシェルの目は怒りで輝き、彼は彼の剣振りの技を褒めた。それはとてもゆっくりだったので、彼は拳を握りしめた。そして、彼は全力でカレンを殴り、地面に突き刺した。そのあたりの地面が割れ、石が飛び散った。レバロック、ベネジア、ルーク、ライカは驚いた。カレンは重傷を負い、意識を失っていた。 地面に横たわったアシェルは、なんて残念なことだろう、と考えながら彼の前に立っていた。カレン。昔のことを話している老人だと思っていたかもしれないが、当時は彼のような指揮官だけでなく、普通の兵士でさえ彼より遥かに優れていた。数えきれないほどの熟練した厳しい訓練を受けた兵士、百人、あるいは千人が、悪魔の前に成すすべもなく死んでいった。 悪魔も戦争もない平和な時代のはず。常に緊張感を保たなければならない。今週はそうするわけにはいかない。その間、剣を向ける他の兵士たちが彼を取り囲み、レバロケは怒って玉座から立ち上がる。バネシャはレバロケに手を差し出し、待つように言う。レバロケは怒って、彼が誰なのか尋ねる。彼はアッシャーではない。 彼らは彼が誰であるかを知っている。それに対して、アッシャーは、レバロケの明らかな敵意と、彼が何を言うことができるかという疑いが、彼がそう言うだろうと思わせていると思う。しばらく考えた後、アッシャーは記憶を失ったと答える。リバロケは驚いたことに、なぜ記憶を失ったのか尋ねる。彼は今朝目覚めた時に、そう答えた。何も思い出せなかった。そして、 彼は剣を見つめ、自分が誰であるかも、彼らが誰であるかも知らないという。残っているのは剣術の記憶だけだ。剣を振るえばもっと記憶が取り戻せると思ったが、やはり虚しい空虚だった。そして剣を地面に投げ捨て、しかし州長に危害を加えたことは明らかだと言い,い、地面にひざまずいて罰を受け入れると告げる。兵士たちが彼を取り囲み、レバロケは彼の方を向いて黙ったまま、 ベニシアは心配そうにアシュールの名を呼ぶ。この後、夜、アシュールは足をブラブラさせてベッドに座り、考えを整理する時間が必要だと考える。それまでは部屋から出ないで。彼は振り向いて剣の方を見る。反対側の壁際に寄りかかりながら、ライカはアシェルの部屋に近づき、食事は廊下を通り過ぎる。歩きながら、彼女はアシェルが変わったと思う。 まるで完全に別の人になったかのよう、昨日まではそんな人ではなかった。しかし、アシェルは剣を握ったことがなかった。そして、彼の言葉遣いや振る舞いは下品で下品だった。彼は面倒な存在で、ライカの母の養子で、兄が生まれて彼女が生まれる前に養子にされていた。彼女の母は城の外に捨てられたアシェルを見つけた。当時、 彼らの母は子供がいないことに落ち込んでいた。彼女はメイドの助けを借りずにアシェルを自分で育て、愛情を注いだ。兄が生まれてからずっと家族のような存在で、アシェルが生まれた。しかし、彼らの関係はますます微妙になっていった。それはまるでエコヒーきのようだった。彼女の母はアシェルに愛情と執着を注いだ。母の努力にもかかわらず、アシェルは疎遠になった。 彼の振る舞いは屋敷内で恨みを買っていた。彼は城から追い出されそうになった。しかし、彼女の母親の強い勧めで、彼は城に残ることを許された。しかし、彼は従業員として働くという条件で。ルークは木を切るアッシャーに怒りの視線を向ける。彼は歯を食いしばって、なんて情けないくだらないことを言う。しかし、ライカは彼の横に立って黙っている。 さらに、ライカはアッシャーが哀れな子供だと思っていたが、突然、彼の話し方、行動、性格が変わり、すべてが変わった。彼は、このレベルに達するために何年も訓練してきた剣の達人のようだった。しかし、彼女はアッシャーの部屋のドアをノックし、ライカだと告げる。彼女は彼に食べ物を持ってきて、ドアを開ける。彼がいるかどうか尋ねる。しかし、彼女がドアを開けると、 アッシャーは怒って剣を彼女の前に向ける。彼女はアッシャーに向かって壊る壊る叫んだが、食べ物は彼女の手から滑り落ちた。震えながらライカは地面に倒れ、アッシャーは恥ずかしそうにライカさんに謝るように頼む。部屋にある剣を見て、剣術の練習をしようと思った。ライカは意外にも剣術とは何なのかと尋ねる。しばらくしてベッドに座ると、 アシュールは彼女の前で剣術の練習を始める。もう我慢できないと思いながら黙って彼を見守る。隅っこで剣術の練習をしている。彼は剣術に執着しているのね。まるで狂信者のようだ。アシュールが彼女の名前を呼ぶと、彼女は意外にも、はい、と答える。そして彼は、以前はどんな人間だったのかと彼女に尋ねる。ルークにしろ、ロードにしろ。 彼に対する感情は好意的ではないようだ。ライカはしばらく考えた後、何も言わずに答える。彼は母親と家族、そして城の人々を除いて、良い子ではなかった。住民に暴力を振るったり、物を壊したりする彼を彼らは好意的に見ていない。彼は雇い主の名と地位に反する行為をしている。これを聞いて、アシェルは一線を越えたと思った。 召使いでも主人の顔はわかる。その後、アシェルはなぜ平然と会話しているのかと尋ねる。ミスはそれに依れて、ライカに、彼が自分を軽蔑してもおかしくないのかと尋ねる。そして彼女は目を閉じ、彼が記憶を失ったからといってなぜ軽蔑するのかと尋ねる。正直、それは彼女には関係ない。むしろ、面倒な仕事がなくなったのは良いことだ。 ライカは幸せそうな顔で目を開けて微笑み、それに、今の態度は改善されたのではないですかだからアシェル、どうか彼女の面倒を見てくださいと尋ねる。アシェルは軽蔑でも無関心でもなく、黙ってそこに立っていた。その間、ベネシアがメイドと一緒にやってきて、失礼を言う。入ってもいいですかアシェルは彼女の方を見て、レバロケの妻だと思う。 彼女の名前はベネシアですよね。アシェルは彼女の前にひざまずく。ベネジア夫人になぜこんな喜びを味わえるのかと尋ねる。ベネジアはアシェルの顔に手を置き、彼の前にひざまずいた。そして愛情を込めて彼の方を向いた。そんな風に話しかける必要はない、と言った。何が起こったかに関係なく、彼女は彼を育てて、昔と同じように話せるようにした。 アシェルは母親に電話し、彼女は意外にも、彼が記憶を失ってしまったのか、自分が母親であることをどうやって思い出せたのかと尋ねる。彼は自分がアシェルだと答える。彼女は彼があの子ではないことを知っており、言葉を失い、彼は自分がアシェルではないと思う。彼女はコランドのことを思い出し、なぜ彼女はこんなに愛情を込めて彼を見つめるのか。その後、 彼は彼女の顔、自分が忘れてしまったすべて、そして彼女は見知らぬ人だという。これを聞いて。彼女は彼を抱きしめ、愛情を込めて最初に彼を見つけたのは自分だという。20代になる頃には、彼女はまだ罪悪感と自信喪失に悩まされる日々に態度を示せていなかった。彼女は城壁の外で彼を捨てた。彼女が彼を抱きしめ、 彼が微笑むのを見たとき、世界は変わった。周囲の反対にもかかわらず、彼女は愛情を込めて彼を育てた。たとえ彼が彼女を他人と見なしたとしても、彼は彼女の子供なので問題ではない。彼女は彼を自分の子供として育て、愛した。アシェルは言葉を失い、考えた。彼は新しく始めて別の人になれるだろうか。 こんなに無関心で無関心なのはアシェルだった。彼には関係ない。悲しいアシェル。その後、彼は母親の言うことを理解していると答える。一方、レバロケのオフィスでは、レバロケが椅子に座って頭を抱え、悪魔に尋ねる。彼はアシェルとカレンが彼の前に立っていると言い,い、確かにそうではないと答え、レバロケはノーと付け加えた。それは過剰な思い込みのようだ。 そして彼はしばらく考えた後、悪魔はずっと前に消えたという。たとえ悪魔がいたとしても、関係ない。アシュールとは関係ない。もし悪魔がいたとしても、領主や貴族に潜入して権力を振るうだろう。平民の体を狙う理由もないが、そんな子供が可憐のような行為の騎士を倒すなんて、それに対して可憐は怒った顔で黙っている。デバロックは頭をつかみ、 言うまでもなくライカのような例外的な人物が認めて従うべきだという。一方、鎧を着てフード付きのマントで顔を覆った男がオフィスの窓からやってきて、面白い会話をしているかどうか尋ねる。レバロック、ルーク、カレンは振り返る。カレンは誰なのかと尋ねながら鞘から剣を引き抜く。男に向かってジャンプし、空中で彼に向かって移動しながら、彼が誰なのかと尋ねる。 カレンは彼が反応しないのに驚いたと思い、カレンはその男に剣を振り回した。しかし男は指で剣を受け止めた。剣術は悪くない。構えもしっかりしているようだ。ちゃんとした従者も雇っている。デバロック。男は手でカレンの剣を押して投げ飛ばし、行けと言った。カレンは地面にドスンと倒れ、ルークは驚いて彼らの横に立つ。その後、 カレンは地面に座り込み、頭を下げ、咳き込み、考え込んだ。クソ、またこの状態だ。男はカレンの前に立ち、なんて残念なんだろう、もう少し若ければ戦えたのに、と尋ねる。カレンは驚いてその男の方を見るが、男はそれは違うのかと尋ねる。そしてレバロックは彼の後ろに立つ。彼は、自分は彼の騎士であり、やりすぎだと答える。 デバロックの反応を見て、カレンは驚いて、それはあり得るのかと尋ねる。デバロックはその男の前で少し身をかがめ、20年ぶりだと言った。ようこそ、剣の達人ヘイブンエステルの頂点に達したものよ。ヘイブンはフードを外し、彼らに顔を見せる。デバロックは陛下にどこにいたのかと尋ねる。彼は20年前に突然姿を消し、本当に死んだと思っていた。 ヘイブンは前に出て笑い、ルークとカレンはヘイブンの前にひざまずく。しかし、ヘイブンはテーブルに座り、調べることがある大陸の果てや世界の地平線まで旅したと答える。それでも、彼はすべてを解明したわけではない。そして、レバロックを守っている騎士を子供が倒したかどうか尋ねた。顔を向けてカレンはそう答え、レバロックは怒って貴族の机に向かって、 彼はおそらく剣術を学んだ平民だという。平文が驚いて尋ねるのを聞いて、彼は波外れた才能を持っているに違いない。そして、彼は笑顔で、それについてもっと話してほしいと彼らに言う。反対側の城の庭では、アシュールとライカの両方が剣の練習をしていた。アシュールは彼女の前に立ち、全力で彼を攻撃した。彼女は剣を振り回して、それでいいかと尋ねた。 アシェルはまだ剣を抜いていなかった。彼は何も言わずに、これは剣術ではないと答える。剣を抜く前から実践の訓練なのだ。もう一度、刺すつもりで攻撃しなければならないと。かろうじて城に泊まっていたライカ様が、弟子入りを申し出た。身分の違いから彼は断った。しかし、彼女の決意は彼に頭を下げるほど不屈だった。 ライカは震える手で剣を振りかざし、アシェルに向かって走った。しかし、彼は素早く左右に動き、彼女の攻撃を全てかわした。さらに、彼は左右に動きながら、レマニアの勇敢な剣術を思う。彼女には確かに才能があり、その技量もまともだ。しかし、彼女は弱い。彼女の動きは教科書通りだ。そう思って、 彼は彼女の腕を掴んで投げ飛ばす。彼女は壁にドスンとぶつかる。そして彼は彼女のところに行き、手を差し出す。彼女は地面に横たわり、起き上がって彼の手を見て、顔をあからめていた。アシェルは彼女の前に立ち、自分の奥様は強いという。しかし、それは剣術の限りにおいてだ。実際の戦闘となると話は別だ。しかし、 アシェルは心の中で才能のある人が戦場で生き残る可能性について考えている。彼は自分を過大評価したために戦場で死ぬ人々を数えきれないほど見てきた。アシェルは剣術の前に心身を鍛える必要があるかと彼女に尋ねる。すると彼女は剣を振り回し、彼が誰なのかと尋ねる。まるで戦争を経験したかのようだ。アシェルは脇によって、 常識を教えたいと答える。そして、彼女の肩と腕を掴み、地面に座らせた。剣術と実際の戦闘は違うことを理解するようにという。彼女はウインクして、これは剣術ではないのかと尋ねた。彼は、剣術への盲信を捨てなければならない。剣術のスキルを持っているだけでは実際の戦闘で生き残ることはできないと答える。アシェルは地面から剣を拾い上げ、 何が必要か尋ねる。今、彼の奥さんは剣術の応用であり、感情をコントロールする方法です。彼は剣を彼女に向け、相手の前で決して冷静さを失ってはならないと言います。その後、彼は雷の剣を振り回し、彼女の前で地面に打ちつけます。彼女は剣を柔軟に振り回し、相手の剣術を圧倒できなければならないと付け加えます。 彼女は彼の横に座り、彼の方を見ます。彼女は何を見ても完璧な一撃だと思っています。アシェルは振り返り、剣術を応用した基本的な戦闘スキルを彼女に教えると言います。彼女は立ち上がります。アシェル、きちんと訓練しましょう。その後、夕方、ライカは剣を手に、息を切らして柱の横に腕を持たせかけ、通り過ぎました。 倒れそうな気がして、彼女は震え、剣を地面に置きながら怒って一人言を言いました。アシェル、あの男は節度の意味を知らない。何をしても、彼女をここまで貴族の霊場に仕立て上げ、その怪物のようなスタミナを失わない。そして彼女は自分の手を見て微笑みながら、たった一日で強くなったような気がすると言った。その間、ルークが彼女の名前を呼ぶと、 彼女は振り返って彼の方を見る。そして彼は、あの男と遊んでいるのかと尋ねる。エッシャー。彼女は、訓練だったのかと尋ね、遊びながら答える。ルークはウィンクして、訓練とは男と一緒に訓練することなのかと尋ねる。ライカは笑い、自分が何を望んでいるのかを考えながら答える。ルークは怒っている、礼儀を守りなさい。 あの妹は貴族の尊厳を汚している。彼女は貴族で、彼は平民だ。貴族は平民に寛大であるべきだ。彼女は彼のようなものから学ぶべきではない。ライカは怒った顔で黙って彼の方を向き、そして剣を向ける。そして彼はこわるこわる後ずさりする。彼女は剣を向けて叫んだ。彼は黙っていられない。彼は彼女に殴るのかと尋ねた。 両主の相続人だ。彼は彼女に、もし殴ったら彼女にとっていい結果にならないと叫んだが、レイカーは気にしないと答える。一方、ヘイブンはレバロックを連れてやってきて、娘に長男を殴ってみろと頼む。レイカーは笑顔でヘイブンを振り返る。前に出る。これは本当に珍しい光景だ。レバロックは怒った顔で汗をかきながら、 そのような恥ずべき行為を見せたことを謝罪する。この後、レバロックはライカのところに行き、彼女の名前を呼ぶと、彼女はそれに依れて、はい、と尋ねる。彼は怒って彼女の目を見つめ、なんとかアッシャーを通り抜けることができたが、ルークがこれ以上傷つくのは許さないという。たとえ彼女が逃げ切れなくても。静かに。彼女は目を閉じて、はい、ごめんなさい、と答える。 そして彼女はヘイブンの方を見て、この年配の男性以外にも、おじさんのヘイブンが笑って、なんてエキサイティングな家族なんだと褒めてくれたと思った。彼女は無表情で、彼には何か特別なものがあると信じている。そして、ルークがヘイブンの前に鏡、彼を剣の達人と呼ぶと、彼女は驚くべきことに剣の達人に変身する。ルークはヘイブンに簡単に自己紹介をする。 彼は偉大なる平文家の後継ぎ、ルーク平文だ。驚いた顔で、ライカは剣の達人こそが剣術の頂点だと思っている。地位や階級を超えて尊敬される広大な帝国全体でそのような超人は10人にも満たない。しかし、ルークは剣士として、彼は平文教の勇敢な剣術に長い間憧れていたと付け加えた。彼は彼の弟子になりたい。 こう言うと、ルークはにこやかな顔で、ライカ、達人の中でも、剣の達人だけが真に剣術を教えられる階級があると思う。ヘイブンはルークを無視してライカのところに行く。彼女は自分の子供と呼び、ヘイブンの態度を見る。ルークは汗をかき、考え、無視される。ライカはヘイブンに挨拶し、にこやかな顔で、あえて嬉しいという。そして、彼はこれは予想外だと思った。 彼女は全く威圧感を感じない。彼の前でさえ。彼女は彼が踏み込んできたらいつでも攻撃する準備ができている。彼女を試してみますかそれから彼はにやりと笑い、肩の後ろから剣を引き抜いた。そして彼女はその動きを見て驚いた。デバリル家は手を差し出した。ルークは平文教に尋ね、ライカの名前を呼びながら叫ぶ。 彼女は無表情で平文の方を見る。剣の達人を考えていたのは、この年配の男性だ。ライカは、相手のオーラに圧倒されて吐いないというアッシャーの言葉を思い出した。恐怖から本能的に剣を振ると、敗北するだろう。どんな相手の前でも平静を保つことが基本だ。そして彼女は自分が正しいと思っている。彼女は剣を取り出し、 彼の攻撃をかわすためにそれを振る。剣を押しながら、彼は感心し、これが初めてだと思っている。彼は有望な若い才能を見つけると、彼らの反応を図るために積極的に彼らに近づく。通常、彼らは彼の圧倒的な存在感を恐れて逃げるか、軽い剣の攻撃に耐えられないかのどちらかですが、この若い女性は木の棒で立ち向かう。 彼の剣の攻撃を恐れることなく直面する彼女には戦士の素質がある。ラカは剣を押し、彼は後退する。そして、彼女は剣技を使い、彼と並んで走ってきます。彼女の秘伝の剣技をご覧ください。ヘブンは蛇のように動く剣術を思い浮かべます。この子はレバニアの剣技流派の子でしょうか。その後、彼女は剣を振り、 それに応じて彼は彼女の攻撃をかわすために剣を彼の前に向け、見事な技だ、こよと言います。ヘブンは剣を振り、彼女を投げ飛ばします。ライカの剣は彼女の手から落ち、彼は彼女に近づき、剣を彼女に向けると、彼女は地面にドスンと落ちます。彼女は怒って地面に座り、彼の方を見ます。ビバロケは彼女の後ろに立ち、声を上げます。 ヘブン教、やめてください。ヘブンはリバロケの名前を呼び、そして彼は笑顔で振り返り、臆病な息子とは違って、とても立派で勇敢な娘がいると言います。そして彼はこの子が弟子なのかと尋ね、リバロケは怒った顔でその通りだと答えます。ルークは父親の横に立って怒る。ヘブンは彼女の方を向いて子供に言う。彼が何かを言おうとしたが、 その前に彼女は素早く立ち上がって彼を蹴る。隙を突く。さらに彼女は剣を拾い上げて彼に向ける。しかし彼女が剣を振り回す前に、彼は彼女の背後に回り、彼女の頭に手を置き、気を取られている間に反撃したのかと尋ねる。彼女は怒って振り向く。いつなのかと尋ねると、彼は、時間があれば彼女はレバニアに匹敵するかもしれないと答える。 そして彼は彼女に、彼を主人のところへ案内できるかと尋ねる。彼女はイエスと答える。彼は普通の男ではないと思っている。しばらくして、ラクスは馬車に座り、レバロークの方を向いて、ヘイブンは彼女の前に座る。彼女は、彼が自分の全力攻撃を子供の遊びのように扱ったと思うし、父親でさえ彼の周りでは用心深い。 ヘイブンは子供に彼女の名前はライカかと尋ねる。そして彼女はイエスと答える。それから彼は彼女の友人にあの子の剣術を見てどう思ったかと尋ねた。彼女は窓から外を見て熟練したベテランの剣術を見ているようだったと答えた。ヘイブンの笑い声が聞こえた。18歳の若者をベテランと呼ぶと付け加えた。しばらくして彼らは目的地に到着した。 ヘイブンが馬車から降りてきて、この訓練場に来るのは久しぶりだと言った。前に出た。彼はかつて親しい友人とそこでスパーリングをしたことがある。レバロックは彼の後を追って、友人の様子を見に来るように頼む。彼は、彼は良い男だが、もう彼らと一緒にいないと答える。レバロックは哀悼の意を表し、ライカは彼らと一緒に歩きながら黙っている。 そしてヘイブンは笑って、大丈夫だと答える。それは20年前のことだった。しかし、アシュールは訓練場で剣の練習をしていた。そしてライカが後ろから彼の名前を呼ぶ。彼はライカ夫人に尋ねようと振り向く。しかし、ヘイブンが彼女と一緒にいるのを見ると、彼は言葉を失う。ヘイブン、なぜ彼はそこにいるのだろう。ヘイブンは彼の方を見て、 彼に会えて嬉しいよ、子供よという。アシュールは黙っている。そして彼は、よく考えてみると、レバロックの方を見る。ヘイブンはレバロックの保護者だった。レバロックが若かった頃、前の領主の在任中、彼はヘイブンに特に彼の世話をするように頼んだので、彼はレバロックに多少は精通しているはずだ。そんなことを考えながら、 アシェルは剣の達人ヘイブンエステルに話しかけるとヘイブンは胸に手を当てて笑った。彼は会いたがっていた子供のように彼を知っている。ヘイブンは笑顔で剣を抜くために手を後ろに引いた。考えながら。また若い才能のスキルを試すという彼の習慣が始まった。アシェルは久しぶりだと思って目を閉じて彼の前に立っていたがヘイブンが剣を振りかざす前に アシェルはヘイブンの剣に剣を振りかざし、投げ捨てた。ほら、ヘイブンは言葉を失い、本当に完璧な剣術を思い浮かべた。さらに、彼は木の幹に座って、守護隊長が剣の練習をしているのを見ていた時のことを思い出した。守護隊長は剣を振りながら、この帝国の剣術は自己防衛のためだけのものであり、彼のような剣の達人に比べれば何でもないと笑った。ヘイブン、 それに対して、ヘイブンは微笑んで、いいえと言った。彼らはただ違う道を歩んだだけで、彼は別のレベルに到達した。それからヘイブンはトングを手に取り、昔を懐かしむためにスパーリングの試合をしないかと彼に尋ねた。守護者の隊長は笑い、いい感じだと答え、そして二人はお互いの剣を押し始めた。ヘイブンはアシェルの方を向いた。その時のことを思い出し、 守護者の隊長のことを考えていた。驚いたことに、衛兵隊長に尋ねる。その名前を聞いて、剣を向けたアシェルは驚き、ベバロークはヘイブンに何て言ったのか尋ねる。ヘイブンは咳払いをして、気にしないで何でもないと答えた。それから彼はアシェルを子供と呼び、アシェルは黙って彼の方を向いた。 彼はヘイブンが心の中で永平隊長のイメージを作り上げていることに気づいたと思い、彼があの男の弟子なのかもしれないと尋ねる。アシェルは彼がそれを買ってくれてよかったと思い、微笑んだ。そして、誰のことを言っているのかわからないが、師匠はいないと答えた。ヘイブンはにやりと笑い、アシェルの肩をつかみ、親指を突き出した。弟子になる方法を尋ねると、 アシェルは意外にも何を要求したのかと尋ねた。デバロックは剣の達人が自分を弟子にしたいのかと意外にも思って後ろに立っていた。そして声を上げてヘイブンを呼んだ。その間、ライカは怒って彼らのところにやってきて、ちょっと待ってくれと頼んだ。アシェルはライカの名前を呼び、剣の達人なのかと怒って尋ねる。彼女は知らない。しかし、 年配の男性がじっと立っている人を攻撃している。これはどういう行為だ剣の達人だからといって、誰にでも剣を振っていいということか。ヘイブンは目を閉じて黙っていた。レバロックはライカがなんて失礼なことを、よくも年配の男性と呼んだものだと叫ぶ。ヘイブンは自分の意見を付け加えた。大丈夫だよ、レバロック。 それから彼は剣を拾い上げ、まあ、最近の若者は彼が誰なのか知らないが、自分で彼女に見せてやるという。ヘイブンは魔法を発動する。赤いオーラが彼を取り囲み、剣から黒いオーラが生まれ、そして暗い竜巻が生まれて上へと移動します。強い突風が彼らを取り囲みます。ライカは驚いて、これはオーラを見上げているアシュールだと言います。しかし、 邪悪な力を生み出している平文はそうですと言います。剣の達人のオーラの陰ヘイブンの目は輝いていました。そして彼は剣を振りながらオーラの中に立っていました。その後、彼はジャンプして山に剣を打ちつけます。山は二つに割れ、岩が空中に吹き上がり、強い風で埃が煙を上げます。ライカとレバロックの目を閉じて手を前に置き、レバロックが前を見ると、 彼は驚いたことにこれが剣の達人の力だと思っています。ヘイブンはアシュールに向かって進みながら、自分は剣の達人であり、偉大な高みに到達する運命にある才能のある人物だと言います。アシュールは息を呑み、沈黙します。そしてヘイブンは彼にどうかと尋ねる。坊や、弟子にならないか。 リバロックは名前だけで絶大な権威を持つ剣の達人の弟子を思い浮かべながら後ろに立っていた。ライカは土の中に立ち信じられない力だと思ってウィンクした。彼のようなものの弟子になったらどれほど強くなれるだろうか。アシェルはしばらく考えた後、ヘイブンに断ると答えた。これを聞いてヘイブン、ライカ、リバロックは言葉を失った。反対側では 人々が通りに集まり、領地で騒いでいた。県の達人が領地に来たことを確認したかと尋ねた。彼らのうちの一人は騒ぎながら声を上げ、弟子になりたいと言った。もう一人も声を上げ、可憐は二人の兵士と共に領地の人々の目の前に立っていた。そのうちの一人が彼のところに来て、せめて県の達人の顔を見せて欲しいと頼んだ。 カレンは、平文にはすでに弟子がいると答え、人々がそれが誰なのかと驚いて尋ねているのを聞いた。それにいらえてカレンは目を閉じて黙り、男は弟子として受け入れるように言ってほしいと頼んだ。剣の練習をしながら、アシュールは剣の達人を称え、長寿を祈る人々の声に気づいた。彼はそこで剣の練習を止め、城の外の混乱について独り言を言った。 それから彼は目を向けてワインジョッキを持ってベンチに座っているヘイブンの方を見て行かないのかと尋ねる。ヘイブンは頷きワインを飲み干しあの年配の男はどこに行くのかしばらくはそばにいるだろうと尋ねるとアシャは冗談だと答える。そしてヘイブンは弟子になることを考えていないのかと尋ねる。それに応じてアシャは彼に質問するが彼はすでにノ、NO、ーと答えている。そうではないのか。 しかし、アシャはヘイブンがこの男だと思っている。彼はすでに彼に執着している。弟子になるように懇願している。ライカはそれに嫉妬している。そして彼女は剣を向けて、アシャに友人の弟子になるように頼む。それは馬鹿げている。アシャは剣を彼らに告げて彼女を止めた。そしてアシャはヘイブンの前に立ち、ライカを指さした。怒った彼は、 彼ではなくあの子の面倒を見てくれ、彼女の方が教える価値があると言った。ヘブンはすでに頼んだと答えた。しかし彼女は定調に断った。彼女はすでに師匠がいて、他の誰からも学ぶことはできないと言った。そして彼は彼女は礼儀正しい子だと言って笑った。そしてアシュールは驚いて、そうかと尋ねた。ライカは立ち去ろうとするが、 アシュールは彼女の方を見て、彼女が剣の師匠の弟子になって彼から学ぶという申し出を断ったのだと思っている。その後、アシュールは、その必要はないと答える。しかし、夜、ルークは寄って通りを通り過ぎ、自分の人生を虐待していた。そして、彼は、ヘブンがレバロケに行った言葉を思い出した。臆病な息子とは違って、彼には勇敢で立派な娘がいる。 このことを考えながら、彼は貴族であることの有用性について一人言を言う。そして、彼はアシュールのことを考え、あの男のせいで消えなければならないとすべて言う。そして、彼はアシュールを虐待するために見上げ、彼のせいで感じる。彼の人生はめちゃくちゃだ、そして彼はワインボトルを飲み始めた。突然、黒いオーラが彼に向かってきて、ワインボトルが彼の手から落ちた。 黒いオーラが彼を取り囲み始め、彼は叫び、ルークが消えた理由を尋ねた。その黒いオーラは魔女に変わった。そして、その邪悪な魔女は空中に立って笑っていた。しばらくして、ルークは歪んだ場所で地面に横たわっていた。それから彼は起き上がり、震える声で自分がどこにいるのか尋ねた。暗いオーラが現れた。 そして、そのオーラは空中に立って領土に空気で応答する男に変わった。ルーク・ハバルク。ルークはルークの方を向くと、邪悪な笑顔と輝く目をしたその男は彼に会えて嬉しいと言った。反対側の城の庭では、ライカは怒った顔で地面に座り、彼女の後ろで剣の練習をしている年配の男性アシェルと彼女がまだいるのが我慢できないと言った。彼は剣の達人です。 彼女は敬意を示すべきではないですか彼女は答える彼は敬意を持って彼を見ていない。アシェルも。アシェルは唇を噛み締める。友人だからそう思う、と答える。それに、彼も剣の達人の息に達している。その後、アシェルは声を張り上げ、彼から学ぶのも悪くないという。彼女が目指していた英雄的な剣術を習得したのは彼だ。 彼女は怒って、彼のようになりたいと答える。アシェルは驚いたことに、なんだって。と尋ねるが、彼女は服を払い、立ち上がる。彼が彼女が目指す人だと言い直し、なぜ誰かが彼を好きになるのかと尋ねる。そして彼女は、彼を心から尊敬し、師匠だと思っているのだから、そんな風に自分を卑下するのはやめなさいと答える。それに対して、 アシェルは彼女の方を向いて黙ったまま。さらに、彼は剣術の才能がないと思っている。過去の英雄たちがこの世界のすべての剣術を作ったのだ。すべての剣は英雄的な剣術を学び、彼らのように人間の限界を超えたいと思っている。しかし彼は違う。帝国剣術は帝国が作り出し、広めた、誰でも習得できる、必要不可欠で単純な剣術だ。 才能のない彼のような人間が覚えられる唯一の剣術だった。彼は生涯剣を振り回し、帝国剣術だけにこだわってきた。だから彼は彼女の方を見て、なぜ彼女のような才能ある子供が自分のような人間を尊敬するのかと考えた。アシェルの方を向く。ライカは、アシェルが過去に自分をしっかりさせたと思っている。彼がいなかったら、 あの年上の男のプレッシャーに耐えられなかっただろう。彼の指導と教えは彼女に大いに役立った。彼は彼女の導きの光だ。一方、鎧の手袋を手にしたヘイブンがそこにやってきて、これは何なのかと尋ねる。恋人同士の喧嘩アシェルは振り返り、馬鹿げたことを言うなと答える。そして彼は自分の手に何があるかと尋ねる。 後ろに立っていたライカもいるヘイブン師匠は怒っていた。ヘイブンは手袋を見せながら自分へのプレゼントと答え、剣術以外の武器の形にこだわらないのかとアッシャーに尋ねる。彼は様々な武器を正しく扱えるようになるだろう。アッシャーは、そうだ、そうだと答える。しかし、アッシャーは帝国の剣術は基礎を築くためのものだと考えている。 英雄的な剣術とは異なり、それは単純で実践的であり、深遠な原理と超人的な技術に基づいている。しかし、その利点は様々な武器に応用できることだ。英雄的な剣術とは異なり、彼は剣以外にも複数の武器を扱うことができる。彼は実際の戦いで生き残るために持っていた全てのスキルを活用する必要があり、そしてアッシャーはその手袋をはめた。 鉄の手袋を求める。ヘイブンは、それは単なるガントレットではなく、もっと面白いものだと答える。腕に力を入れて、どんな武器でも想像してみて。アッシャーは武器を求め、そして目を閉じてヘイブンが彼に求めるのと同じことをして、探検を求めると波打つ明るい光が彼を取り囲む。そして彼の手には探検が現れる。彼は驚いて、 ライカとアシャールがなぜ驚いているのか尋ねる。そしてヘイブンはなぜそれが正しくないように見えるのか尋ねる。アシャールは彼にそれが魔法なのか尋ねる。ヘイブンは、はい、と答える。空間魔法だ。これは何かを入れるための武器収納ガントレットだ。入れるところを想像してみてほしいが、中に収納できるのは武器だけだということを忘れないように。 アッシャーは目を閉じて手袋を押し、その機能を確認する。すると、次々と彼の手に様々な武器が現れる。斧を手にした彼は、自分にとっては役立つが、武器の形にこだわるソーターには役に立たないのではないかと尋ねる。アッシャーは、なぜ作ったのかと尋ねる。ヘイブンは、そうだ、自分のために作ったのではなく、あの友達のために作ったのだと答える。彼は、 それを受け取っていないのにそう言った。アッシャーは悲しそうな顔で頷き、ヘイブンは鉄の手袋を彼に渡した後、立ち去ろうとする。ライカは後ろに立って、彼が話していた20年前の友達に尋ねる。ヘイブンは前に進み出て、はい、と答える。彼も帝国の剣術を使った。そして、空を見上げて、彼らは別の道を歩んだが、あの男が好きだったという。 彼は才能のなさを受け入れ、諦めなかった。悟りを開いたように、ただ静かに自分の道を歩んでいた。それから彼はアシュールに、どうして尊敬できないのかと尋ねた。アシュールは、そう言われると距離を置いていると思う。才能のない自分のような人間は英雄にとって何の価値もないだろうし、こんなものを作るほど気にかけていると思う。ヘイブンは、 アシュールはあのぶっきらぼうな話し方や振る舞いが友人に似ているという、あの目や剣術の構えもそっくりだ。それからヘイブンはアシュールの番に背を向け、羨ましいのかと尋ねた。それでは、彼の弟子になってはどうか。ライカは、年上の男がまたやっていると思って、怒って後ろに立っていた。アシュールは、彼の申し出を受け入れると答えた。ただし、一時的にだけだ。 ヘイブンはうなずき、アシュールは、引き続き教え続けるのかと尋ねた。ミス。この後、アシュールは鉄の手袋からもう一本の槍の武器を取り出して、それを向けた。今すぐスパーリングをしよう、と。さらに、アシュールはヘイブンに目を向ける。とにかく彼は考え、彼に礼を言う。ヘイブンは、よし、よく聞けと言いながら、アシュールに剣を向ける。ラグスは、 今のアシュールに満足していると思い、彼女の後ろに立っていた。いずれにせよ、彼はかなり評判の良い師匠を得た。しかし、アシュールとヘイブンの間で武器の振り回しの練習が始まる。一方、邪悪な男は、剣の師匠が村にいるという噂を聞いて探しに来たと言って、ルークに向かってくる。ルークは、彼が誰であるかを尋ねて叫ぶ。その男は、 彼らはモトロリアの暗殺ギルドであると答える。領主の息子にそこに定住する許可を得るためにそこに来た。ルークは恐る恐るモトロリアに尋ねると、彼らは聞いたことがあると思う。50年前に現れた世界最大の暗殺ギルド。なぜ彼らはこのような領土にいるのか。いや、待て、それなら暗殺者だ。そして、彼は、よし、許可すると答える。 この後、ルークは立ち上がり、前に進み出て、彼の申し出を受け入れるという条件でそう言いました。邪悪な男は笑って、善良な男にそのことを話すように頼む。ルークは邪悪な笑みと輝く目でいらい、アシュールが彼を殺したという。しかし、その邪悪な男は反対側で笑っている。アシュールとヘイブンの決闘は続く。アシュールは剣を後ろに引くと、 ヘイブンは良い一撃を褒める。アシュールは雷の剣を振り回す。ヘイブンは彼の前に剣を置く。アシュールの剣が彼の剣にぶつかり、ヘイブンは再び彼の攻撃をかわす。良い一撃を褒め、彼の性の戦闘能力が彼と同等だなんて信じられないと思う。その後、ヘイブンは完璧に磨かれた動きだと言いながら剣を押し出すと、アシャはそれが彼の提供できるべてだと答える。 ヘイブンはダークオーラを活性化する。確かにと言い,い、そしてアシャに向かって剣を振り回し、投げ飛ばす。アシャは倒れそうになるが、足を引きずって立ち上がる。ヘイブンは剣を振り上げ、帝国剣術以外に英雄剣術の才能がないのは残念だという。アシャは魔法の尖った探検をヘイブンに投げると、彼は指で探検をキャッチし、道具を使うことに適応しているようだという。アシャは、 こういう小技をうまく利用しなくてはならないと答える。ヘイブンは探検を投げ上げて答える。探検が空中でくるくると回転し、さらに一歩前に出たヘイブンは、実戦で帝国剣術だけでは英雄剣術の圧倒的な力を発揮できないので、このように剣術の限界を補う魔法が役に立つという。アシャーは探検をキャッチし、かなり役立つだろうと同意する。そして、 このガントレットを受け取ってから道具に適応するために毎日あの男の弟子と訓練してきたのだと思いながら鉄の手袋に目を向ける。もちろん彼はまだライカに教えているがアシャーは才能に関しては彼女が自分より上だという。ヘイブンは目を閉じてその子に尋ねた。そして彼は笑った。その子がいつもそばにいると自分の心が心配なのかと尋ねた。そういえば前回 アシャーは鉄の手袋をはめた探検を抜いた。全然。だから、アシャーはそうしたいと思っていたが、あの年上の男はイライラするほど慎重だった。この後、ヘイブンはそこに座って、よそ見をしながら、とにかく彼のストイックな性格は退屈だ。彼と同じように、という。そしてアシャーは、それが意味するかと尋ねて、ヘイブンは笑い、そうです。彼と同じように、と答えた。 彼は帝国の剣術を学んだだけだ。彼は才能がないと思って絶望するだけの男だった。アシャーはそうかと尋ね、ヘイブンは笑いながら自分のことだと思うことを付け加えた。でも、彼らも彼には才能がないと思っている。でも今は才能が何なのかさえわからない。アシャーは、この男がそんなことを言うとは思って黙っていた。ヘイブンは才能を信じていたし、 あの傲慢な男がわずか数年で価値観を変えたと考えるのは自分の才能を祝福だと考えていた。何が起こったのか。その間にライカがやってきてマスターヘイブンを呼ぶ。彼は彼女に尋ねる。ライカ、どうしたんだ。しかし彼女は黙ったまま。そしてしばらく考えた後、帝国から客が来ていると告げる。アシュールは驚いて帝国に尋ねるが、 ヘイブンは唇を押さえたまま沈黙する。この後、ヘイブンはついに厄介な連中だと答える。そろそろ時間だと思う。この後、馬車が城の外に停まり、兵士たちの蝶が他の者と共にヘイブンの前にひざまずく。帝国騎士団長のヘイブンが体験の達人に挨拶し、皇帝はヘイブンを呼び寄せる。ヘイブン様、腕を組んで彼らの前に立ち、どうか首都に戻ってください。 騎士団長は答える。衛兵団長の後任が来ると予想していたという。兵士長は今は他の用事で忙しいと答える。兵分は目を閉じて手を挙げる。とにかく行くつもりだと答える。今日はもう遅いから明日高校。休んできなさい。兵士長はありがとうと答える。彼は体験の達人だ。その後、 ヘイブンはレバロケの肩に手を置いて、久しぶりに会えてよかったという。レバロケは、はい、と答える。ヘイブン師匠、さようなら。そしてヘイブンが振り向いて子供のように呼びかけると、彼女は注意深く彼の方を見つめ、彼は笑顔で、会えてよかった。いつかまた会えると確信している。彼女がどんな道を進むかはわからないが、と言い、彼女は、はい、と答える。 そして夜、衛兵隊長が剣の練習をしていた。そしてリペニアハーベストが後ろのドアに立って、衛兵隊長には才能がないと言った。彼は振り返って黙っていた。そして彼女は彼に別の仕事を見つけた方がいいのではないか、と尋ねると、彼は雷の剣を振り回し、自分がそうしたかったからそうしたのだ、と答えた。才能がないために崩れ落ちるつもりなら、 彼はとっくに諦めていただろう。だから、見るのをやめて立ち去れ、彼女は黙っていた。そしてしばらくすると、彼は何も達成できない、と彼女は彼にアドバイスをする。彼の才能はそれほどまでに哀れで価値がない。せいぜい三流の剣士として地上に帰る、それが彼の未来だ。アシュールは恐怖で目を覚まし、ベッドに座る。前世の夢について考える。 なんて嫌な夢だ。しかし、最年少の剣の達人で剣の天才であるレピニアは、何も成し遂げられないだろうと彼に告げた。アシュールは空の影の下で剣の訓練を始める。考えてみると、彼は人生の終わりに剣の達人になった。さらに、彼は今、彼女の後継者になるかもしれない子供を指導している。面白くない、とレピニアはにやりと笑った。 彼女は間違っていたと言い、平文が後ろからやってきて、こんな遅い時間に剣の訓練を頼むと、アシュールは平文師匠に尋ねる。そして彼は見上げて、悪夢を見て眠れなかったのかと尋ねる。彼はどうしたのか。平文師匠は夜明けに帝国へ出発するので、しばらくは会えないと答える。彼の弟子であり、一緒に充実した時間を過ごすべきだ。 怒りに満ちた赤い目でヘイブンはアッシャーの名前を呼び、矛盾を見つけ、変化する世界を体験するために過去20年間世界を旅してきたという。しかし、彼に会った後、彼はそれを理解したと思う。彼の言葉を聞いて、アッシャーは信じる、それは何だヘイブン、知恵の渇望とは何だそれからアッシャーは彼に尋ねる。 怒りに満ちた赤い目でヘーブンは剣を握り、彼が信じているものがどれほど間違っているかを尋ねる。アッシャーは黙って彼の方を向き、ヘーブンは剣を振るう。しかし、ヘーブンは剣を地面に打ちつけた。地面が割れ、黒いオーラが現れ、悪魔の体に変わった。硬い光が周囲を取り囲み、アッシャーは言葉もなくそこに立っていた。それから彼は振り向くと、多くの悪魔が地面に倒れ、 ドスンと音を立てていた。ヘイブンは剣を振り、これが彼が発見した真実だと彼に告げる。20年間の旅の末、アシュールは地面に横たわる悪魔の死体を見て悪魔に尋ねる。また、悪魔の死体の血が地面にこぼれている。ヘイブンは、悪魔は先ほどから必要に彼を追っており、背後に潜んでいると答える。アシュールはなぜ彼らがそこにいるのかと尋ねる。 これらの生き物は英雄によって世界から追放されるべきだった。ヘイブンは英雄が魔王を倒したと答える。そして、悪魔の怪物のようなすべての暗い存在は消えた。それが世界に知られている真実だ。彼が経験した歴史だが、それはすべて嘘だった。魔王と悪魔が消えたという事実。つまり、彼らはまだ彼を追いかけている。その間、 死んだ悪魔たちは立ち上がって彼らに向かって動き、ヘイブンは彼らが近づいてくるのを見て、彼らはおそらく彼を排除して真実を隠そうとしていると言います。アシュールは付け加えますが、今のところはこれらの奴らに対処することが優先されます。ヘイブンはわかりましたと答え、悪魔は方向し、攻撃するために彼らに近づきます。アシュールは剣を振り回す。そして鉄の手袋の力を借りて、 剣を尖った武器に変える。アシュールはジャンプして武器を回し、悪魔を殺し始める。彼はヘイブンが横に立って、その動きで剣で悪魔を切り裂くのを見る。それはまさにあの子供が言ったように、熟練したベテランの技だ。まるで古い友人を見ているようだ。この子供は普通の少年ではない。彼には才能がある。真の剣術の才能がある。 この英雄の剣術は何でもない。ヘーブンの剣からクライオーラが現れ、彼は剣を悪魔に向かって動かす。クライオーラの嵐が悪魔に降りかかり、その多くがその嵐で即死する。さらにヘーブンは、これはどのような剣術なのか、悪魔の死体の中でヘーブンはどの程度の熟練度なのかを考える。負傷した悪魔の一人が声を上げる。ヘーブンは剣を悪魔の頭に突き刺し、 それを粉砕する。悪魔のような存在が世界に戻ってきたと言っている。彼はまた、アシェルが悪魔のような存在である可能性を疑っていた。彼は、アシェルがジヌの記憶を消費した後、子供の姿を真似した悪魔である可能性があると考えていた。アシェルは意外にも、相手について言っているのかと尋ねる。平文はそうだと答えるが、 悪魔はそのような達人に達した人間の剣術を真似することはできない。彼は亡くなった友人に似た人間の子供であり、真実を明らかにし、差し迫った危険を警告するために帝国に行くだろう。ヘイブンは剣を肩に乗せて前に進み、行方不明の英雄を探さなければならないという。そして彼は振り返り、笑顔で、 アシェルはいつかまた会ってもっと長い話をしたいと思った時に会えることを望んでいると言った。それに対して、アシェルはしばらく沈黙し、部屋のベッドに横たわり、英雄は魔王を倒せなかったと思った。魔王の到来により世界が燃えた時、彼は彗星のように現れ、悪魔を撃退した。彼は童話の英雄のように剣語で輝いていた。しかし、ヘイブンと同じように、 彼も二十年前に姿を消した。国と人々を捨て、彼は消えてもおかしくない場所で英雄を支配した。それから彼は窓から外を見て、もし英雄が魔王を倒せなかったなら、世界がこれまでずっと享受してきた平和をどう説明できるだろうかと考える。そして、彼は変わらない義務を無視して独り言を言う。それから彼は剣を取り、 秘密を暴いたのか真実を知っているのか考えながら庭に行く。彼は剣を振り続けるだろう。そしてそのことだけは変わらない。その間にルークがそこに到着し、アシェルを呼ぶ。そしてアシェルは彼の方を見て、ルーク様と尋ねる。ルークは邪悪な笑みを浮かべて、アシェルに向かって手を差し出す。そして彼に折りたたまれたページを渡す。その後、夜の寺院で、 モトロリアの邪悪な男は他の兵士と共に主人の前に立ち、これは一人で対処できると言った。それから彼はリーダーたちが彼に同行する必要があるかどうか尋ねる。マスターは玉座に座り、この男は剣の達人の弟子だと答える。悪人が自分はただの子供で才能もなく、定見術しか知らない子供だと付け加えるのを聞いて、マスターは思案しながら、その子供は危険だという。 彼は違う。彼らの組織が初めて世に現れた時、それを破滅に導いた人物も、定見術を学んでいたことを思い出してください。それを忘れないでください。悪人は頷く。そして剣を握りしめて、それは彼らの組織が当時は弱かったからだが、今は違うという。さらに、彼は鞘から剣を引き抜いて持ち上げる。クライオーラが剣を包み、 彼の目は怒りで赤くなる。彼は彼の手で倒れるとは言わないという。英雄の遺産を継ぐ者として、定見術のような劣った者に負けることはないだろう。これを聞いて、すべてのマスターが頷く。一方、領地の通りで夜、アシェルはそのページを読みました。そのページには、雇い主の命令であると書かれていました。ここにリストされている路地へ向かってください。 アッシャーハクスクス笑い、面白いと思いました。それから彼は向きを変えて前に進み、なぜ出てこなかったのかと尋ねました。突然、黒いオーラの嵐が彼の前で渦巻き始めました。彼は黙ってそこに立っていました。そのオーラの方を向いています。しかし、そのオーラから邪悪な男とそのチームが現れ、アッシャーは彼らの方を向いて、 モトロリアにこの癒しい体に何の用があるのかと尋ねます。それに応じて、モトロリアの4人の男が彼の前に立ち、沈黙しました。そして、そのうちの1人がアッシャーを罵倒しました。この小さな馬鹿に、どうやって彼らのことを知ったのかと尋ねました。その兵士のリーダーである邪悪な男が彼らの後ろに立っていました。興味深いことに、 彼が知っているとは思っていなかったと付け加えました。さらに、彼は前に進み、剣の達人が彼らについて彼に話したかどうかアッシャーに尋ねます。アッシャーの笑顔が再現され、彼は十分に知っています。そして、彼は前世で彼らと戦ったことがあるので、そう思うのです。彼らもこの領土に定住していた。そして、彼は彼らの拠点を見つけ、破壊した。 悪人は墓を探しに来たと笑いながら言う。アシュールは目を閉じ、墓を求めている。その間、モトリアの兵士の一人が彼の背後に現れる。アシュールは目を開け、兵士が襲いかかる前に、剣を兵士の腹に突き刺し、血が吹き出す。兵士はドスンと立ち去るが、アシュールはリーダーの方を怒ってみて、過去は同じだという。帝国の剣術によって容赦なく切り倒された後も、 クズは相変わらずおしゃべりだ。悪人が激怒し、歯を食いしばるのを聞いて、彼はどうして知っているのかと尋ねるが、アシュールはそれは重要ではないと答える。そして、彼は血まみれの剣を握りしめ、彼らに向け、そこでは自分の監獄が重要なので、自分がしなければならないことは一つだけだという。一方、奥義では王が玉座に座り、平文に、お久しぶりです。帝国の子よと声をかける。 ヘイブンは彼の前に立ち、20年以上ぶりだと笑う。昔は賢そうだったが、今は現実を背負った老人に過ぎない。王がうなずくのを聞いて、相変わらずの返事をする。彼はまだ王族への敬意を欠いている。ヘイブンは王に背を向け、剣の道を歩んでいると階段に座る。人間の敬意など彼には関係ない。王は沈黙し、しばらく考え。 そして、それを脇に置いて話す。亀裂が開き、悪魔が再び現れたという噂を聞いた。これが彼の言い分かヘ文ブンは、はい、優先すべきは英雄を見つけることです。だから、帝国の協力が必要です、と答える。王は、申し訳ありませんが、それは難しいでしょう、と答える。ヘ文ブンの番が来て、何と尋ねる。王は答える。 しかし、問題はそれだけではない。労働力が笑えるほど不足している。そして、姿を消したのは英雄だけではない、とハベンは心配そうに尋ねる。アシェルの側にいるのか。彼は剣を向けながら彼らの前に立った。邪悪な男は笑いながら、これは興味深いと言った。通常なら彼は彼を殺すだろうが、気が変わるだろう、だから、 彼らの過去についてどうやって知ったのかを彼に話した方がいい。一方、モトローラの一人が背後からアシェルに向かって攻撃を仕掛けてきた。アシェルを試そうとしたのだ。だが、攻撃する前にアシェルは雷の剣を振りかざした。その男を殺し、投げ飛ばした。だが、他のモトローラのメンバーが彼に向かって飛びかかってきた。アシェルは鉄の手袋を使って、 二人のメンバーに向かって探検を投げた。探検は彼らの首に突き刺さった。彼らの剣は手から落ち、地面にドスンと落ちた。邪悪な男は怒って笑い、安っぽいトリックを使っているのかと尋ねる。これは弱い人間のアシェルの必死の闘争なのか、鉄の手袋の空間魔法を発動させ、このガントレットが役に立つと思っているのか、邪悪な男はさらに、準備は満タンかと尋ねる。 服の中に武器を隠すとは、彼には言わせておこう。アシェルは黙って彼の方を向く。空間魔法を使って武器を生成したことに気づいていなかったようだ。この後、アシェルは剣を握りしめて応じたが、これが彼の最後だった。邪悪な男は暗黒魔法を発動し、その優れた剣術の前に倒れると答える。アシェルは驚いて彼の暗黒魔法に目を向け、 モトローラの剣術を言い、そしてこの技をもう一度見ることを考える。姿を隠した剣術は暗闇を通り抜けて急所を攻撃する。そこで邪悪な男はこの波外れた技を知っているかと尋ねる。同時に、アシェルは答えず邪悪な男の方を見て、剣の達人のこの偉大な剣術の弟子の手にかかって死ぬことを考える。 邪悪な男は、四方八方からアシェルに向かって暗いオーラの嵐の波を送り、アシェルはその波の間に立って剣を向けた。突然、巨大な暗い嵐の波がアシェルに向かって移動する。そして、彼はその波を制御するために剣を自分の前に向ける。多くの暗い波が同時に彼に向かって移動する。そして、彼はそれらの波を制御しようとする。 攻撃パターンを予測できないと考えながら暗い嵐を手にした邪悪はアシェルに向かって移動するそして暗黒の嵐を彼に向かって送りますアシェルは嵐の前に立ちました剣で嵐をコントロールしようとしましたしかしそれを防ぐのは困難でした嵐は彼を引きずり戻し剣は彼の手から落ち彼は地面にひざまずきました その暗い嵐の後、邪悪な男がアシェルの前に現れました。剣を彼に向けました。さらに、暗い嵐は終わり、邪悪な男は頑固な愚か者だと言います。静かに死ね。アシェルは彼の前にひざまずき、波外れた才能があるようですと答えます。習得するのに問題のある剣術なので、邪悪な男は、 自分がモトローラのマスターによって認められた13の名誉ある席の一つであると答えます。アシェルは驚いて名誉ある席について尋ね、まだその称号に固執しているなんて、なんて哀れなことでしょう。そして、彼は怒って、なぜモトローラが彼を狙っているのか尋ねます。邪悪な男は、暗殺者がターゲットに理由を与えるとき、と尋ねます。アシェルは微笑んでため息をつき、そして尋ねます。 しかし、彼はどうせ死ぬでしょう。死にゆく男の最後の願いを叶えられないのか。邪悪な男は、まあ、それは問題ではないと答える。彼らは彼を殺すためにこの地に来たのだ。アシュールは意外にも彼を殺すように頼む。そして邪悪な男は、信託がそう命じたと答える。アシュールは信託を言う、だから彼は信託の対象だという。 前に出た邪悪な男は笑いながら、その答えで十分かと尋ねる。アシュールは十分すぎると答える。突然、邪悪な男は、アシュールが素早く魔法の槍を邪悪な男の腹に突き刺したのを見て衝撃を受ける。血が吹き出し、邪悪な男の剣が落ちる。そして彼は叫ぶ。アシュールの質問にいられて、これは何なのかと尋ねる。他に何があるだろうか。 安っぽいトリックだ。しかし、同じ夜、上で、ルークは自分の部屋に座って、ワイングラスにワインを注ぎながら笑っていた。そして、彼はテーブルの上のワインボトルを叩きながら、もう死んでいるはずだという。そして、彼は自分の脇腹のトゲが取り除かれたことをとても嬉しく思う。そして、顔をあからめながら、ワインを飲み干しながら、どんなに腕が良いアッシャーでも、 これは次元の違う存在だ、と一人言を言う。突然、誰かが後ろから彼に、彼はそこにいるのかと尋ねる。ルークは振り向く。ワイングラスが彼の手から落ち、彼は椅子から落ち、地面にドスンと落ち、恐怖で震えながらアッシャーに尋ねる。暗闇の中で、アッシャーは剣を持ってドアの前に立っていた。彼は、彼と話をしたいと答えた。 その後、ルークは震える声で、アッシャーになぜそこにいるのかと尋ねる。それに対して、アッシャーは、それがどういう意味なのかと尋ねる。すると、アッシャーは怒った口調で、彼はそこにいるべきではないと言っているように聞こえるという。ルークは、モトリアの連中を倒したのか、暗殺を命じたのは自分だと分かったのかと恐ろしく考える。アシュールはルークに向かって歩み寄り、ルークは床に座り、 交代し、壁にもたれながら、もっと近寄るように言った。貴族の部屋に足を踏み入れるなんて、アシュールは何も言わなかった。彼は剣を振り上げ、ルークの横の壁に突き刺した。ルークが恐怖で叫ぶのを見て、アシュールは彼の前に立ち、壁を切り裂き、壁に突き刺した剣を怒って掲げた。 彼は、若い主人は今までは自分の行為を軽く見過ごすことができたが、今回は少し限度を超えすぎたという。ルークは怖がっていた。彼の鼻と目は涙でいっぱいで、彼は震える声で、どうか許してほしいと頼んだ。アシュールの目は赤く輝き、ルークに向かって歩み寄った。彼の目を見て、彼は彼が再びそのような恥ずべき行為で、彼の平和を乱さないことを願った。 その後、アーシェルは割れた壁から剣を引き抜き、向きを変えて前に進み出て、これが若い主人との最後のやりとりだという。これ以上の不快なことを避けるために、二度と彼らが出くわさないことを望む。さらに、アーシェルはドアの前に立って、怒った顔を向けて、これが最後の警告だと言った。ルークは床に座り、言葉を失った。目から涙が流れ、彼は話すことができなかった。 一方、寺院では、兵士が主人のところに来て、失敗したことを告げる。怒った顔をした主人が予想通りの反応を示し、以前と同じように帝国の剣術に再び敗北するのを聞くと、どう考えても不安になりますが、あの子供は一体誰なのでしょうか。その間、鎧を着てマントで顔を覆った女性が笑いながらそこにやってきた。マスターは驚いて振り向いた。前に出た女性は、 その子供と元衛兵隊長の間につながりがあると思うかと尋ねた。そして彼女は彼の前にとこに立って彼が帝国の剣術を操るからという。さらに笑顔で彼女の片目が見え有名なモトローラは子供一人さえ扱えないと思っている。マスターは帝国の剣術との過去の経験は楽しいものではないと答える。女性が彼はスキル不足で負けたというのを聞いた。 そして彼女は手を伸ばすと、彼女の手から暗いオーラの魔法の嵐が放たれ、そこに広がった。そして、彼女はその暗いオーラで魔法の玉を作り、神のマルイナの強力な力で彼に対処すると言った。翌日、村では人々が通りに集まり、何が起こっているのかを互いに尋ねていた。ある女性が男にそこで何が起こったのか尋ねる。男が彼女の横に立って、 暗殺者に答える。暗殺者がルーク若様を脅して村に入ろうとしたという。女性は驚いたことに誰が皆殺しにしたのかと尋ねる。男は、アシェルという馬鹿だと言っていると答える。さらに、カレンは兵士と共に死体の横に立っていて、士官の一団がそこに立って話をしていた。一人がよく考えてみるとあの厄介者は何者かと尋ねる。 アシェルは最近剣の達人に弟子として選ばれた人ではなかったかと。もう一人はそんなわけはないと言う。そして、あの厄介者がどうしてこのように劇的に変わったのかと尋ねる。カレンは彼らの横に立って、彼らの会話を聞いて黙っている。そして、彼はレバロケのところに行き、その剣についてすべて話す。レバロケは椅子に座り、 頭を下げ、彼らの領土で悪名高い暗殺者の集団、モトロリアだったと思うように言う。カレンは、村全体が破壊されたかもしれないと答えた。レバロックは心配そうな顔でテーブルの上に拳を隠した。ルークが大騒ぎになったと言った。なんてバカな。そして彼はルークがどこにいるのかと尋ねる。今、カレンは彼がまだ部屋から出ていないと伝える。 メイドがルークのために食べ物を持ってくる。そして彼の部屋では、彼は頭を下げてベッドに座り、食べ物がサイドテーブルにあるまふるえている。デバロックはカレンに背を向けていった。次の領主がこのように領土を危険にさらすなんて。もっと反省する必要がある。そしてカレンは村の雰囲気はどうかと尋ねる。デバロックは幸いにも物事は落ち着き。 雰囲気は安定していると答える。また、アシュールに対する認識は徐々に改善しているようだ。カレンはアシュールに尋ねる。そしてレバロックは答える。いずれにせよ、彼らは彼に感謝の意を表すべきだ。カレンは、アシュールの正体がまだ気になっていると付け加える。しかし、人格が劇的に変化し、それほど強くなれる人がいるだろうか。レバロックは、 ヘブン教がアシュールが悪魔であるはずがないと保証すると答えた。そして怒った顔で彼は確かに危険な人物であり、悪意を持って力を使用した場合、すぐにアラック領を破壊することができるとさらに言った。しかし彼は彼らのために戦い、村を救った。この後、レバロックは巻物に手を置いて、アシュールが本当に彼らの側にいるのか。 別の動機があるのかを確認する必要があると言います。そして今、まさにそれをする機会が来ました。そして、彼はシートをスクロールし、アシュールがどのように反応するかを観察しなければならないと言います。カレンは驚いて、彼が何を意味するのか尋ねます。一方、アシュールは自分の部屋に座って、血まみれの武器を吹きます。予期せぬチャンスだと思ったが、モトロリア。 そして、彼は昨夜の出来事を思い出しました。彼は、銃を自分に向け、真実を話すように頼んだ邪悪な男の前に立った。なぜ彼の神は彼を殺したいのですか邪悪な男は地面に傷を負って座り、理由はわからないと答える。彼らは神の命令に従っている。信託は彼を殺すことになっており、彼がこの村にいるという情報を得てから行動を起こしたのだ。 アシェルが尋ねるのを聞いて、彼はルークを使ってこの村に足がかりを作るつもりだった。邪悪な男は震える声でそう、それだけだと答える。そして彼は、本当のことを言ったから許してくれるのかと尋ねる。そうか。アシェルは剣を振り上げる。許すとは言っていないと答える。邪悪な男は待てと叫ぶ。さらに、アシェルはこれらすべてを思い出し、 吹き取った剣を握り、彼らが何を企んでいるのか自問自答し、マルエナのことを考えた。メタロリアはマルエナ神を崇拝するカルトであり、この神から強力な力を受け、名誉ある座を占めるリーダーである。彼らは神の力を使って勢力を拡大したが、過去に彼は彼らをすべて倒した。しばらく姿を消した後、彼らは彼を殺しに再び現れたが、なぜさらに、 彼は考えの中で、この神は自分が生まれ変わったことを知っているのかと疑問に思う。剣の門、そうだ、首都に向かおう。そこには、彼の生まれ変わりの秘密を知っている人がいるかもしれない。しかし、ドアのノックで、アシュールは考えから抜け出す。そして、ライカが悲しそうな顔で部屋に入ってくる。アシュールは、若い雷カ城に訪ねる。 汗がアシュールの名前を呼ぶ中、ライカは彼女に見合いの申し込みを受けたと告げる。アシュールは黙って彼女の方を向く。この後、ライカは、レバロケが彼女にプロポーズしたことをアシュールに説明する。彼女は、レバロケのオフィスの前に立ち、意外にも彼に見合いを申し込む。そして、彼女は声を張り上げ、やりたくないと言った。 彼女は結婚する準備ができていなかったが、レバロケは手を組み、椅子に座り、目を閉じ、ため息をついた。彼は彼女の気持ちを理解していると答えた。ライカ。しかし、選択の余地はない。彼女は相手が誰であるかを知っている。まず彼に会うだけだ。彼はいい人かもしれない。彼女はそれに応えて、沈黙を保った。 それを聞いたアシェルは隣に座り、お見合いを申し込む。彼女は、名家に売られるだけだと答える。何を言われても、先を見据えたアシェルは、彼らは相当な権力者なのだろう、と尋ねる。彼女は、そうだ、と答える。ベラトリア伯爵も負けてはいない。彼は意外にもベラトリアを促し、お見合いを申し込んだと思っている。彼は過去の英雄の一人で、 ベラクリアの原料種バルバカベラクリア。前世で彼と縁があった。彼は目立った功績はないが、領地をよく治めた高潔な人物だった。そして人々は彼を英雄として称えた。そこで、アシェルはバルバカ教が求婚しているのかと尋ねる。彼女は怒って振り返り、おかしいのかと尋ねる。いいえ、彼の息子です。領主は50歳を超えています。 そんな年上の男と結婚するなんて嫌だ。アーシェルは確かにバルバッカはもうかなり年老いているはずだと横目で考えていた。しかし、なぜ息子が政略結婚に巻き込まれるのか、と前世でバルバッカのそばにいた時のことを思い出した。バルバッカは剣の稽古をしている息子を指さして、それは衛兵隊長の息子だと言った。彼の名前はバロス。 英兵隊長はベリアントの息子がいるのかと尋ね、両主は貴族の間ですでに縁談が回っていると聞いたという。バルバッカは英兵隊長に政略結婚を頼む。つまり、将来を見据えて、息子を貴族であろうと平民であろうと、自分が愛する者と結婚させるつもりだというのだ。しかし、アーシェルはこれらすべてを思い出し、彼は典型的な貴族ではないと思う。 彼は謙虚で気取らない人だった。彼のようなものでさえ、貴族の現実に屈しなければならなかったのだ。ライカがアーシェルにその知らせを聞いたと告げると、アーシェルは考えから覚める。それから彼女は、領土を侵略した暗殺組織を彼が一人で倒したかどうか尋ねた。彼女は彼のように強くなりたいと願っていたが、今は剣を握ることができない。アシャーが、 彼女は本当に才能のあるお嬢様だったというのを聞いて。彼女が去っていくのを見るのは残念だ。彼女は本当にアシャーに尋ねる。もし最後に一つ頼みたいことがあるなら、彼はそれを叶えてくれるだろうか。アシャーは黙って彼女の方を向く。しばらくして、アシャーは城の庭に立っている。彼は剣を握りしめる。 そして彼は剣を掲げ、最後の決闘を申し込むのかと尋ねる。ライカは彼の前に立つ。彼女は剣を握りしめ、はい、もう剣を持ち続けることはできない、最後の戦いがしたいと答える。そこで彼女は剣を向け、彼に来るように言う。遠慮しないで。アシャーは微笑み、さあ来なさいと言って彼に向かって飛びかかった。リシアの剣が彼女の手から落ちる。 そして彼女は地面にドスンと倒れる。アシュールは彼女に近づき、これで全てかと尋ねると、彼女は息を切らして横たわり、もうこれ以上は続けられないと答える。一方、ベネジアがそこに到着。ライカは横たわって上を見上げ、ベネジアは彼女の横に立って彼女の方を向き、換気は待って、かわいそうな子ね、という。リシアは起き上がり、母親は彼女の手を握って、ライカという。 するとライカは驚いたことに、なぜ自分の方が母親よりも悲しんでいるのかと彼女に尋ねる。彼女も見合い結婚をしていて、うまくやっている。母親は涙を拭いて、父親に以前から知り合いだったが、この人とは一度も会ったことがないと告げる。ライカは悲しそうな顔で、自分たちはまだ英雄の家族だという、悪いことに彼らと絆を結ぶことは彼らにも利益をもたらすだろう。 ベニシアはうなずき、アッシャーに頼み事があるかと尋ねる。それに対してアッシャーは、はいと答えた。そして、ライカがいつ彼らの領土に自己紹介に行ったのか尋ねるために、彼の前に立った。もしよければ、どうか一緒にいて、彼女の面倒を見てください。アッシャーは、彼のことかと尋ねる。そして彼女は、外国では話し相手が必要になるだろうと微笑んで答える。 それに、彼はライカと一番近い存在だ。そして、娘のことを心配しているのだと考える。彼は、わかった、とにかく会いたいと思ったと答える。ボルバカベラクリオは、彼がどう変わったのか不思議に思う。翌日、馬車は城を出発する。ライカは無表情で馬車に座り、なぜ父親がカレンを一緒に送ったのかと尋ねる。アシュールとカレンは隣同士に座る。 アシュールはカレンに目を向けるが、カレンは目をそらしたまま沈黙している。レイカーはため息をつき、なぜ自分たちにとって不快な人物を派遣するのかと尋ねると、カレンは領主の命令だと答える。そして、アシュールを見張るようにというレバロケの言葉を思い出した。アシュールの本当のターゲットは、最初からライカだったのかもしれない。カレンは彼の前に立ち、そうではないと答えた。そして、 レバロケはずっと動機を隠して計画していたのかもしれないと言った。アシュールはいつも軽蔑してきた領地と城のために命を危険にさらすことはないし、後ろにいる可能性は低い。彼を認めて従ったのはライカだけだった。ライカが去れば、領地に対する敵意を徐々に明らかにするかもしれない。彼らはアシュールの行動を監視し、彼の真意を暴かなければならない。さらに、 カレンは、これはすべて、若いライカ嬢の愛情を勝ち取るための単なる計画だと考えている。アッシャーは目を閉じて彼の横に座り、レバロケがまだ彼を疑っていることを考えている。カレンは怒って歯を食いしばり、下を向く。彼は自分が卑劣な馬鹿だと思っている。若いミスライカに何か変なことをしたら、すぐに彼を切り倒すだろう。ライカが彼の名前を呼ぶと、 カレンは考えから覚める。そして彼はそれに依れて、はい、ミスライカと尋ねる。そして彼女は、彼らが到着するまであとどれくらいかと尋ねる。そんなに遠くにいるはずはない。窓から外を見ているカレン。彼らは白尺の領土に入ると告げる。だから、半日ほどで到着するはずだ。彼女が尋ねるのを聞いて、それほど遠くない。 驚いたことにこんなに近いのに、彼らは人との交流がほとんどなかった。アッシャーは話し、ベラチュリアの領土は過去20年間外界から隔離されていたと語った。ライカが驚いたことに何と尋ねるのを聞いて、アッシャーは知らないと答える。だから、こんなに時間が経ってから突然、お見合い結婚の話が持ち上がったのは驚きだ。そして彼は、心の中で20年について疑問に思う。 ライカは目を閉じて、まあ、何もないだろう、と尋ねる。でも、なぜそこの領主は英雄と呼ばれているのカレンは、バルバカ教は聖人とみなされていたと答える。貴族らしくない。ライカは意外にもそう思った。カレンは、バルバカ教は著名な伯爵の家に生まれたと説明する。彼は著名な貴族としての人生を送ることもできた。しかし、 旅の途中で世界の厳しい現実を目の当たりにしたバルバッカ教は、貴族としての生活を捨て、病人や弱者を気遣う領主になった。バルバッカ教は城を解体し、財宝をすべて売り払い、そのお金で飢えた人々を助けた。彼は小作人に最低限の税金を課し、自らも農業を始めた。村人たちは彼のこうした行動を称賛し、英雄と称えた。これを聞いたレイカーは、 貴族がそのような暮らしをするのは容易なことではない。彼はかなりすごい人なのだろう、と答える。カレンは確かにそうだと答える。彼の影響で、バラチュリアは優しい人々が住む平和な場所になった。殺人や盗賊のない楽園と呼ばれている。突然、馬車の御車が盗賊だ、と叫んだ。そして彼はドアから中を覗き込み、声を上げていった。騎士様。 盗賊が現れました。カレンは驚いて、何ですってと尋ね、ライカはドアから中を覗き込み、カレンに尋ねる。彼は盗賊はいなかったという。カレンは言葉を失い、赤く光る目と手に武器を持った多くの盗賊が彼らの方へと近づいてくる。カレンは剣を握りしめ、そこに待つように言う。彼が対処する。ライカは彼らの横に座り、声を上げる。 待って、カレン、彼女も行きます。アシュールは若いライカ城に言う。そこにいてください、彼が行きます。ライカは驚いて、なぜ彼女は盗賊に負けるほど弱くないのかと尋ねる。アシュールは、それは彼女の強さだけの問題ではない、それは彼女の心の状態の問題だ、と答える。彼女はまだ人命を奪うことに慣れていない。ライカは驚いて沈黙している。 アシュールは馬車から降りる。カレンと一緒に対処するという。アシェルは剣を振り上げ、もしかしてモトローラの馬鹿どももあそこに来たのか。と考えた。山賊が馬車を前方から取り囲み、アシェルは剣を向けて戦う。だが突然、山賊が震えながら食料や金を要求してきたので驚く。アシェルは意外にもこの人たちが山賊だと思った。 カレンは剣を振り上げ声を張り上げる。下がって。ここはアラクのレバロック教の馬車だ。人々は怖がる。さらにカレンはもう一歩進めば切り倒すという。アシェルはもう十分だと言いながら前に出てカレンの名前を呼ぶ。カレンは意外にもアシェルに尋ねる。そしてアシェルはその人たちの方を見て、この人たちは山賊ではなく、ただ逃げてきた上た農民だという。 彼らの状況は良くなかった。彼らの服は破れ、何日も食べていないようで、食べ物とお金を凝っていました。カレンは驚いて、なぜアシェルが手を後ろに引いて袋を掴んだのかと尋ね、彼らは逃げるつもりはないと言いました。剣で死ぬのも飢えるのも同じです。アシェルは袋を人々に向かって投げ、彼らは袋を掴んで確認しました。アシェルは後ろに立って、彼らを指さして、 このお金を取って必要な食べ物や物資を買ってから出て行けと言いました。袋には金貨がいっぱい入っていて、人々はお金のサインを見て立ち去ろうとしました。アシェルに感謝し、カレンはアシェルのところに来てお金が何なのか尋ねました。カレンは目を閉じて答えました。大丈夫です。いずれにせよ、すぐに使うつもりはなかったのですが、方向から判断すると、 農民たちはバラトリアから逃げたようです。カレンはバラトリアからと尋ねます。すると、彼は怯えた顔で震え始めます。そんなはずはないと言います。一方、ライカは馬車を降りて後ろから歩み寄り、アシェルカレンに何があったのかと尋ねた。アシェルは彼女の答えに背を向け、解決した。彼らはバラチュリアに向かっている襲撃者だった。ライカが尋ねると、 彼らは馬車に戻る。彼女は怒ってそこに座り、白爵領のここまで山賊に尋ねる。彼らの領土を襲った暗殺者たちは言うまでもない。確かに世界はより危険になっている。彼らはこの平和な領土でそのような問題を起こすことをよくもしたものだ。それに対して、カレンは沈黙し、アシェルは窓から外を見て、黙って彼女の話を聞く。 そしてアシェルは窓から外を見る。バルバカで何が起こっているのか考えろ。しばらくして彼らはベリタリア領に到着し、入り口に馬車を止めた。その後、三人が城の外に立っていた。ライカは城の方を見て、これは何だカレン。カレンとアシェルは彼女の後ろに立って驚いた。カレンは驚いたことに、巨大な城があるという。 どうしてこんなことが起こるのか。ビルバカ卿。腕を組んで立ち、可憐に城を壊して贅沢を避けるために失素に暮らしたと言っていないかと尋ねてください。その間に誰かがやってきて彼らを歓迎します。ライカは驚いたことに前を見ています。彼らを迎えた男は護衛と共に彼らに近づき、ライカハルベロークとその仲間が恋しいのではないかと尋ねます。 それから彼は簡単に自己紹介し、自分はベローズ・ベラトリアであり、彼女に会えて光栄だと言います。それに依れて、彼女は彼を指して、彼が婚約者かどうか尋ねます。バローズは目を閉じて思い出します。はい、彼は彼女の婚約者でした。そしてそれは彼が望んでいたものではありませんでした。しかし、カレンは許しを求め、 アッシャーは彼の横で黙っていました。この後、彼らは馬車に座ってそこから移動します。道中、アッシャーは窓から村の人々を見て、変わったと思う。この村は今ではスラム街のように見えますが、かつては清潔で人々は幸せでした。しかし、今彼らはとても落ち込んでいるように見え、ラクスはバローズの横に座り、窓から人々の汗を見つめながら、 ここはベラチュリアの領土なのかと考えていた。ベローズは、ここは最近かなり不穏な雰囲気になっていると付け加えた。最近連続殺人事件が起きているので、村人と目を合わせないようにしてください。この後、ライカとカレンが驚くのを聞いて。彼らは宮殿に到着した。ライカ、アシェル、カレンは昼食のためにホールに座る。ライカは声を上げて、 ここは何なのかと尋ねる。殺人も盗賊もない楽園。ここはスラム街で盗賊の喪窟だ。それに、外の人々は飢えていて弱々しく見えるのに、この豪華なごちそうは何なのそして彼女は心配そうな顔をして下を向き、これはとても動揺していて食べることさえできないという。カレンは彼女の隣の椅子に座って答えた。ここは彼が知っているバラチュリアではない。 一方、ベローズがホールに入ってきて、食事は終わったかと尋ねた。そして彼はライカに、父親が彼女に会いたいと言っていると告げ、彼女は意外にも OK と答え、カレンは彼女の後ろに立って咳払いをした。ベローズ様、失礼します。と言いながら、悲しそうな顔をして下を向き、ベローズは言いたいことはわかっているという。騎士様。そして彼はこう尋ねる。 ベラクリアは彼が知っていたのとは全く違う、そうでしょう。さらに彼は眉を抑え、今や怪物となった父親に期待しない方がいいという。その後、ライカ、アシェル、カレンはバルバカに会いに行く。そこに三人いるのを見て、バルバカはうなずき、アシェルとカレンは彼の前にひざまずく。彼はそれに依れて、会えてよかったという。そして彼は少し自己紹介をする。 彼はバルバッカ・ベラクリアだ。その後、バルバッカはワインを飲み干しながら、彼らがアラック領から来たと聞いているか尋ねる。こんなに偏僻な場所から来るのは、かなりの旅だったに違いないが、偉大な英雄の家族からの呼びかけに応じるという小さな努力にもかかわらず、カレンはラッキーシャの頭がなんと失礼なことかと思って目を閉じ、一方アシェルは、バルバカがかつて知っていた人から大きく変わったことを考えて、 そこにひざまずいた。彼はとても下品になった。バルバカは空のワイングラスを持ち上げ、ライカを頭からつま先までじっと見つめ、名前を尋ねると、彼女はためらいながらライカハルブローク様と答えた。バルバカの口はよだれを垂らし、舌を唇に這わせた。